ゾプライマル特別企画モンスターハンターシリーズ開発陣にエグゾプライマルを体験してもらおう。はい、ということで、本日はモンスターハンター開発チームからこちらのお二人にお越しいただきました。自己紹介お願いします。はい、カプコンの辻元です。よろしくお願いします。おはい、カプコンの藤岡奈々です。よろしくお願いします。さあ、辻元さんと藤岡さんのお二人は、はい、エグゾプライマルに関してご存知ですか？当たり前でしょ。カプコンのゲームなんでね。うちの部署で作ってんのこれ。じゃあもう作り始めた時から知っていると。して、あの途中も知ってますし。途中も知ってます。じゃあこのエグゾプライマルのどういったところに期待していますか？まあ、まずカプコンとして新規 IP ということでネットワークとかマルチとか、うん、そういうアクションの部分の気持ちよさとかね、はいはい、そういうちょっとうちらしいところをこうしっかり入れた上で皆様にお届けしようとしているタイトルでございます。なるほど、はい、そこ期待していただいてるわけですね。もちろんです。ありがとうございます。そしてですね、はいはい、エグゾプライマルの開発チームから平岡ディレクターと井上プロデューサーに来ていただいております。いや、ちなみにこのお二人もモンスターハンターシリーズには関わられていると。もちろんです。平岡が結構長い。いつからだっけ？ポータブルサードからです。はいはい。じゃあ結構前よね。そうです。めっちゃ前です。めっちゃ前。なんで今知ったみたいな。俺が思ってたよりも結構前です。ポータブルサードから最後はアイスボーンですね。アイスボーンで藤岡さんとはそこでお世話になってって感じですね。はい、だから結構いろんなタイトルに関わったよね結局。そうですね、うん、その中でもやっぱモンハンはすごく影響を、まあ、このエグゾプライマルに受けたかなと思っている感じはありますね。だから遺伝子をねしっかりと平岡ディレクターがこう紡いでるわけですよ。そうです、そうです、ね、そうです。でそれを井上プロデューサーがね、そうそうそう、優しく見守る。優しく見守る係ですね。見守る係なんですか？基本的には見守る係です。でも井上もそうですね、モンハンシリーズはモンハンシリーズでかかってて、直近で言うとストーリーズ2だった、ね、ストーリーズ2ですね。で、まあ、ワールドアイスボーンストーリーズ2っていうのが出てきてますね、うんうん、はい、はいはい、ということで、本日はですねモンスターハンターシリーズの開発陣にエグゾプライマルを体験していただこうと思うんですけども、はいはい、この本作はですね2023年7月14日金曜日発売予定となっております。ということで発売まで1ヶ月切りましたんで、今ならとかないんですか？大丈夫？今ならキャッシュバックない。それはちょっとごめんなさい。それはちょっとごめんなさい。それはちょっとない。デラックスエディションをお買い上げいただくと、そのサバイバルパスの、シーズン1がついてくるっていう。それが聞きたかった。それ。それですよ。デラックスエディションを、はい、お買い上げいただくと、そのシーズン1の期間中だけは、うん、サバイバルパスのプレミアムティアシーズン1っていうのがついてくる。うん、はい、あ、なるほど。お得じゃないですか。お得です。すごくお得です。ね。はい、なるほど。ぜひ皆さんご予約。お待ちしております。大事です。大事。平井さんがそう言われると なんかあれですね。そりゃ私かってそう思ってますよ。なんかあれやなと思いながら言うてる。唯一カプコンじゃない人がカプコンの T シャツ着てる。一番ね、唯一ね。そうですか、もう前のね、昔のね。そうそうそう、一番カプコンアピールしてるけど、みんなもそうするように頼ますよ。これからは一丸となって。というわけで、というわけで、あんたが進めるんかいな。ちなみにモンスターハンターやるときに辻元さんと藤岡さんはどんな武器使ってました？僕はもうずっとハンマーで、シリーズずっとハンマー。ハンマーですよね、はい、ずっとランスです。ずっとランス。そうですね、まあ、ずっと一筋で使っているんですけれども、うん、はい、まあ、例えば領導さんだったら、うん、まあ、ハンマーですね。ハンマーとか、まあ、タッチとか双剣とか、まあ、どんどん攻めていく、はいはい、武器が好きだった方は、まあ、やっぱりその性格上アサルトがすごく合うんかなとは思ってはいまして、あとはまあランスとか、まあ、ガンランスってどっしり構えるんですか、はい、まあ、どっしり構えて、まあ、待つっていう感じだったらやっぱりタンクがいいのかな思ってて、うん、じゃあ辻元さんはやっぱ攻撃的な、そうですね、アサルトとかいいんじゃないですか？多分分かります。まずね、まずまずね、スーツチェンジできますから。まあでも
そのスーツチェンジができるっていうのが大事なわけです、ね、いつでもできますもんね。いつでもできますよね、はい、いつでもできる、うん、藤岡さんは、タンクでいきましょうか。タンクでいきます、うん、いきましょう、はい、で平井は、まあ、サポートするようにするんで、はいはい、一つだけ亮さんスーツチェンジするときはちょっと声かけていただけます。声かけよう。いつの間にかなくなってるのが一番怖いよ。なるほどなるほど。そこだけちょっとお願いできると思います。そうね。余裕があればお声かけです。そうです、ね、はい、余裕があればね。はい、余裕があれば。はい、わかりました。お願いします。お願いしますよ。はい、それではみんなでプレイしていきましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、平井さん助けてや。助けますよ。サポートしてください。めちゃくちゃサポートしますよ。ずっとずっとってね。なんで介護せなあかんの。ディズニュージュなんか適当なこと。あれ、両方さんも着替えてるけど。よさ着替えてる。あれ？りょうぞ、りょうぞ、それなんかちょっと、りょうぞ今普通の人やったね。あれ。みんなスーツ着てる。りょうぞは。ちゃんと着ますよ。着てる？デファーにはするんですね。え？何？行ってんの？これまず何のステージなんですか？僕最初ダウンタウンというフィールドですね。ダウンタウンというフィールドで、うん、まだミッション内容わからないですね。今とりあえずミッションのところに行ったら何か表示されてるはずです。まだ分からないですね。そうですね。あ、今ここで目標討伐って見えてます。はい、目標討伐、恐竜を倒すミッションセットです、うん、戦闘フィールドを展開します。恐竜を倒す出てくるで、はい、どこから出てくるの。あっこ、ほら、出てる。あっこって何なんですか。あっこじゃ分からんでしょ。ここ、ここ、ここってどこよ。ここってどこ。これは、壊すぞ、ここだ。ナイスです、ナイスです。ナイスなの。両蔵頑張ってる。両蔵危ない、両蔵危ない。両蔵助けて。助けた。でかいの来たぞ。ステゴ、ステゴを倒しましょう。レバフが来てる。ステゴ、はい、スキル使えなくなっちゃうんで攻撃しましょう。で、何、どうやって。ただ攻撃すればいい。はい、攻撃すればいいです。爆発します。爆発する。行って。遅いのよ。あいつね、やっかいない。オーケーです、オーケーです。ダウンしました。来たぞ、また来たで。両蔵、はい、行け。両蔵行けすぎ。両蔵ちょっと待って。両蔵がいけるぞ。埋もれてる。両蔵が、両蔵、両蔵帰ってきて、帰ってきて。両蔵ちょっと、あ、休憩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 。ちゃうで、行くで。素潜りしてんちゃうで。また行くで。行き過ぎ。ちょっともう両蔵早いねんて。負けてるって。ほら、負けてるよ。赤いのが相手チーム。相手チームやね。ちょい負けてるで。ちょい負けてる。ちょい負けです。ちょい負けですね。ちょい負けやが大丈夫です。倒す。倒す。手強いやつ。はい。あれ？なんか青い球。やばそう。そうですそうです。ここから出てくる。こっから出てくる？うわ、でかっ。うわ、抜けた。あ、え、これ何？名前の上にドスついてます？ついてないです。大きいですけど。カルノタウルス凍らせますね。うん。そんなんできるんですか？いきますよ。やばい。凍らせますよ。オッケー。これ攻撃したらいい？助けて。あ、攻撃したらいい？いや、なんか、疲れてる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 。ビリビリするやつ、やばいね。そいつやろ。そいつな。やばい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 。ボタン押した。キャノン打たないでください。ちょっと、ちょ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 、直しました？ありがとうございます。倒したんですけど、はい。なんかちょっとあれですね、あんまり緊急的な、なんか、ミッション中断されて、なんか、え？どうなの？緊急的なものが行われそうです。これ何ですか、緊急って。緊急って何？あのゲーム中にたまに発生することがある、こういうシチュエーション的なやつなんですけど、はいはい、あの今回なんか今見た感じ、相手チームとなんか協力してリバヤさんの試練乗り越えてくださいみたいな感じのミッションになるみたいです。おお。あ、じゃあもう向こうと味方になるの。向こうは今回は味方ですね。すごいですね。なんか協力するっていうのも面白い。お、え、何これ、何これ。もう絶対強いやろ。初めて見る人出てきた。え、これ敵？何？スターバンという物語の重要人物だよ。絵のここで出せよ。絵のそんなやっちゃって。画面上見てください。掘れない掘れない。ラプトル2000体倒しましょう。うわ、2000体です。うわ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 。うわ、ちょっと待って。はい、え、ランポスみたい。ランポスの踊り食いみたいな。
藤岡さんいいですね。藤岡さんすごくいいですね。藤岡さん。やばい。見たね。あのもね。めっちゃ上手かった。なんか。いやこれ無理やろ。両蔵下がれ、両蔵下がって。両蔵そこはもうね。滝。基本の滝のちょうど水落ちてくるとこなの。一番修行でハウ。そう、一番修行で激しいとこよ。水といえど痛いねあれね。そう、なんでそこおんの両蔵は。あ。ネオティラノサウルス、これ危ないやつちゃうか。どこ危ないやつですよ。これ赤いやつやろ。来た。これでもちょっとおらー。いや、両蔵両蔵まだあかん。ウリアやないねもう何やこの人。おらー。ネオティラノは内蔵した兵器と弾幕による制圧を得意とします。あ、めっちゃ出てくるやん。モーテロックは後で敵の攻撃を防ぐことができます。おら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 倒れてますよ。チャンスです、チャンス。力出てるやつ。何が出てんのあれ。あれ、両蔵さん体大きくなってますね。これはおっと、隠れた方がいいですよ。下がって、下がって、両蔵さらば、両蔵両蔵さらば。あれ、両蔵は両蔵さんなんか、これ流れてる。やばい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 。両蔵くるくる回ってた。両蔵だ。くるくる回ってたで。爆散。両蔵爆散したよ。なんで俺だけ捕まったわね。いやいや、前おるから。前おるから。前おるから。やばい。両蔵やばい。やばい。赤赤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 どっちもない。あれずっと飛んでる。うわうわ、ドックやば。ずっと飛んでる。飛んでた方がよかった。無理や。うわこれ無理。え、何これ。飛んでた方がよかった。えぐ。あの上に乗っとかなあかんのか、これ。上に乗っとかなあかん。あの下にブワー火吹いて周り広がるやつ、なんか見たことあるよ。他のモンスターを狩るゲームとかでも。やべ。うわ、やばいやばいやばい。あ、来た。それやばいやつやで。ブレース、やばいブレース。あ、俺倒した。おリョウゾー、リョウゾー危ない、リョウゾーじゃない。大丈夫、足元でやってる。そういうことじゃないね。それモンハンの話やから。違うのよ。おめでとう。イエーイ、倒した倒した。俺これ、あれ MVP 取れんちゃうか。なんでそう思ったん。これでみんな成功ってことになる。そうですね、今回はそうですね。今回はあのお互いで協力してっていうミッションだったので両方のチーム勝ちです ね。ああ、ちゃんとった。無事あの開発チームのチームが。そうやな。あ、そうや。ということで、はい、皆さん、はい、無事ミッションクリアでーす。いや、素晴らしいですね。よかった。よかった。よかった。ということで、モンスターハンター開発チームの皆さんで、最後はエグゾプライマル開発チームとの協力プレイということでございましたけども、いかがだったでしょうかね。もう一回やりましょうよ。もう一回やる、うん、やりましょう。よし、もう一回やろう。もう一回やろう。あの、ほら急に緊急が入ったから。そう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 。もうちょっとあのもうちょっと競い合いたかった、ね、ステージ競い合いたい、うんうん、いいかな。全然あのできますけれども。やります。やって全然やろう。やりましょう。ここでは両方いいですか。お前両蔵刀持ってガンガン走ってるやん。こいつかっこいいのよ。はい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 。あ、いいですよ。要いいよね。要タンク頑張るよ。そうよ、前でしっかりやって。任せとけ。なんか来たで。よしよしよし。リョウゾー、リョウゾー、リョウゾー、そこ気ぃつけて。リョウゾー、一回帰る、一回帰る。リョウゾー、一回帰るって何やねん。抑えてる意味がないんや。どこ抑えてる意味がない。
負けてる。負けてる。負けてるです。こっちよ。ステージのとこ。こいつ嫌いなんや俺。こいつって誰？こいつってどれ？この爆発するやつ。ああはい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 。頼むでそれは。ここは押さえとくから、ね。ありがとうございます。斜めに。よどうも。タンクタンク。タンクはそんなにいやタンクタンクじゃないね、もっとタンクって感じよタンクタンクみたいな、そんなノリノリじゃないのよタンクは。やってることバレてるよ良造。きた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 、回復しとくよ。おりゃーかっこいい。あとやった、嫌いなやつ、嫌いなやつが。あと紫のやつ倒してください。紫ってどれよ。紫のやつ、あいつ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 、上にいます、上にいますって。紫のやつ、ナイスです、ナイスです。こぼし。やばいやばい、硬いなこいつ。やばいやばい。何？死んだ。あ、危ない危ない。あ、どうなった？彼女は俺の嫌いなやつにやられた。はい、なんか、あれ？よしよし。ええ勝負やね。ええ勝負よ。あ、回復ありがとうございます。はよ。なんかでっかいの来る？そうね。うわ。え、何これ？お、トリケラ？トリケラです。うわ。いや、これはタンク大丈夫？大丈夫。そっちのタンク言うてへんわ。跳ねられとるがな。両蔵。大丈夫。燃やしましたよ。やばいやばい。後ろは大丈夫。後ろから行けばいいんだこれ。あ、後ろからあり。ナイスブロック。タンオで。今が止まる。よしよしよし。凍らせます。はよ。凍らせる。いいよ。みんないいよ。いいっすいいっすよ。両蔵もいいよ。いいね。あ、気をつけて。気をつけて。何やる？何？何に気をつけたらええの。平岡そういうとこあるよ。ごめんなさい、やったね。言葉が出なかったっす。平岡主語ないよ毎回。みんながやられるのをじっと見たけどね。これ勝手じゃねえか。え、勝手、勝手、勝ってます、勝ってます。平岡体に力入りすぎよ。危ない時。そうですね。危ない。おっさん来たね。来た来た、あいつだよね。あいつ、あ、ほらほら、おいしいですよ。こちらさえ俺になったら大丈夫だ。爆発だよね。ダクトルを召喚します。こっちはこっち、こっちこっち。あー、ありがとうございます。気づいてくれ、ありがとうございます。ここね。おりゃー、よいいるんや。よっしゃ、要、いいよ。領土頑張ってるよ。じゃあ頑張ってんで。おりゃー、めっちゃ飛んでいける。凍ってるな。よし、いいね。おっしゃ、ナイス。勝てるじゃないこれ、ほんまに。いけてる。この目全然大丈夫よ。結構圧勝じゃねえ。頼んで、頼むよ。テルスな、これ。あ、おんのか。うわ、おんのか。どこ。テルス、シールドを通り抜けてくる。え、マジか。通り抜けてくる。それ、藤岡さん、意味ないやん。意味ない。いやいや、殴って、殴って。意味ない。気にしないで。後ろからパッキファロサウルスしてるので。え、こっちか、こっちか。痛い。うわ、来た、痛い。こい、なんか引っ掴まれた。あ、お、要いってるよ。なんかベビフルみたいに疲れた。ベビフル、懐かしいな、ベビフル。ちょっとハテナ出てましたけど。めちゃくちゃ懐かしすぎて何言うてんのかな。よっしゃ、よし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 よえ？で、進んでいこう。よし。怖いな。おるよ。みんな一緒や。ちょっと待って。誰が誰か分からん。一緒に行こう。一緒に行こう。一緒に行こう。よいしょ。よっしゃ。行ってくるわ。会社みたいに寝てあるわ。出勤的な。出勤してくるわ。初出勤や、このテンションは。おっしゃ、やった、勝った。うわ、やば。はい、また。あかんな。使い慣れへんやつ。難しいな。あ、詰まった。また、また。
上に登られると倒しに行けなくて。なんか来たね。なんか来た。恐竜が来た。でも大丈夫。硬い硬い硬い。食べたいからガードしまくろうぜ。これの方がかっこいいみんなに。しかもかっこいい。はい、正解です。硬い硬い、チームは硬い。あかんな。タンク作戦いけてんの。めっちゃ硬いっすけどね。めちゃくちゃ硬いっすよ。いけ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 。よし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 。よしよしよし。あ、負けたか。え？負けた？勝ったでしょ。負けたか。負けたよ。これは作戦ミスでしょ。絶対そうでしょう。そうですね。そうですね。はい、ということで、今回作戦も失敗しましたし、しっかり敗北しましたけども、いかがでしたか。いや、まあね、もうちょっとちゃんと作戦組んでいけばよかったかな。ガチの反省みたいな。ちょっとそんな何が範囲なんやろね。やっぱ回復がいないのはきつい。さすがに回復がめちゃくちゃ辛かったですね、うん、回復せんとね、あかんから。タンク慣れしてたらあれでもうこううまいこと弾いてやったりとかいろいろできてたかも。それは製品版になった時にね、いろいろ試してもらって、うん、そうですね、いろんな作戦試していただければ、うん、ちょっと僕も今日初めてやったんで、あの光景はちょっとドキドキしながらやってましたけど。でも開発でもそんなやっていくことないってことだな。なんか可能性のあるタンク後はこっちも気が引けるというか。改めまして、エグゾプライマルは2023年7月14日金曜日発売予定となっております。発売まで1ヶ月を切ったので、ぜひご予約の上楽しみにお待ちいただければと思います。それではみんなでこれで締めたいと思います。いきますよ、せーの、レッツマッシュー。